はい、千代隆君、えー。自民党の千代郎でございます。よろしくお願いいたします。あの安住大臣、えー、我々は同じ被災地、えー、宮城県選出の国会議員でありますから、あの今日は初めて、えー、質問をさせていただきますので、どうぞよろしくお願いします。あのお被災地で同じ思いを共有していると思っております。で、えー、この点についてはですね、立場を超えてしっかりと是々非ひで。 協力すべきところは協力しなくてはいけない、お互いに被災地のため、また国のために頑張っている、その点についてはあ、頑張っていることに対して足を引っ張るようなまねはしていけないというふうに考えておりますし、協力もしなくてはいけないと考えていますが、改めて財務大臣、その点についての考えを伺いたいと思います。安住財務大臣 まああの愛知先生は本当にあのおじいさんの代から宮城県全体にあの非常に戦後、貢献をいただいております、私もあのお父様とは本当にあの、最初に当選したときからお世話になっております、まあ、宮城県のことは私の選挙区を含めて、先生も熟知しておられますので、いろいろあのご指導いただきながら、あの復興について至らないところはまた教えていただきながらやっていきたいと思いますので、よろしくお願いします。 愛知次郎君あの過去のいろいろ経緯がありまして、お互いにそれはしっかりレシピを作ってきた,たという経緯もありますので、しっかり協力をしていきたいと思いますが、今の言葉も基本に銘じて、これからやっていきたいというふうに思いますので、よろししくお願いします、まあ、あのただ、そういったことは別にして、ですね国会ではしっかりと議論をしなくてはいけない、是々非でいろんなことをここで議論するのはわれわれの役割ですから。 何点か確認をまずさせていただきたかったんですが、今回ですね、えー、大臣の発言、いろいろ地元でも関心があって、いろんな発言を聞いて受け止めておるんですが、その中で,です、ね、7月の30日に、市長は首長ですね、首長さんは増税しないのだから、 国からお金をもらって、自分は言いたいことを言って、できなかったら国のせいにする、自分たちは立派なことを言うが、泥はかぶらないという発言をおされておりますがあ、私の知り合いの首長さんたちも劣化のごとくお怒りになって、ですねこれ、どういうことかというふうに話をしておったんですが、改めてどういう意図でこのことを、こういう発言をされたのか、伺いたいいたと思います安住財務大臣。 これは多少誤解がありましてです、ね、あの実はテレビでの私、発言だったんです、でこれはあの与野党の議員のまあ名誉にかけてというか、それで私は発言したんですけど、テレビの,そのあるコメンテーターがです、ね、その国会議員は何もやってないと、しかし地元の町長や市長や知事さん、みんな苦労してると、だから国会議員は全部あたかも駄目なごとく発言をしたんで、私はちょっと待ってくださいと。 それはまあ政府がという話もありますけど、与野党の国会の議員に対する多少誹謗中傷もあったもんですから、えー、少し言葉は行き過ぎたかもしれませんが、実は過去の例を私は出してですね、あの消費税の問題だって、地方税、国税含めてですね、やはりどうしても増税をお願いするときは今の日本の制度ではですね、 まあ、国会議員はあの本当、与野党、ともどもこれはもう批判にさらされ、泥もかぶって、私はそのとは自民党もですね、消費税を上げるときはもう大量の落選者を出したり、苦労してると、しかしあの、制度上どうしたって自治体の場合は、要請はするけども、なかなかその増税を自らお願いしてとていうアメリカのような制度とは、日本は違うんですということを私は言っただけであの、泥をかぶらないから今の被災地の首長がけしからんなんてことを私は一切言っていません。 アメリカと日本の制度の差や、過去の今の、含めて、その国と地方のあり方について申し上げただけであってですね、私はこの発言については、何ら、あの、自分としてですね、何かその、あの、間違った発言をしたとは思ってないんです。ただ、誤解を受けたりですね、ちょっと過度な報道になったので、その点については丁寧に説明をさせていただいたということでございます。 はい、郎君えと。全く反省というか、問題がないということを聞いて驚いたんですが、もう一回言いますね、えー主、主張は増税しないのだから、国からお金をもらって、自分は言いたいことを言って、できなかったら国のせいにする、自分たちは立派なことを言うが、泥はかぶらないと、こういう発言なんです、誤解と言いますけれども、発言としては大変問題ではないですか、表現に対してものすごく問題でありますし、 えー、首長はあ無責任で人のせいにして、泥もかぶらずに、そういったニュアンスに取られて仕方がないと思うんですが、謝罪の言と等はないんですか安住財務大臣。ですから、これは私は国対委員長のときにねあの、記者会見をして、えー、そのことは誤解を受けたら申し上げないと申し上げたんです、ただ、経緯があって、これはまあ皆さんもよく取られると思いますけど、そこの場だけピックアップしてです、ね、全体の番組の中身を、 あのの前後を全く無視して、ここだけ取り上げられたので、私は今、正式に今のような話を申し上げたんです、すですから、日本の議会とか国会というのを、いつも、まあ、あの批判はされるけれども、しかし、制度上はどうしたって法律であの、やっぱり国会議員がまた政府や与野党を含めて、えー、この税のことに関してはやらざるをえないような仕組みを私は提起したということでございます。 私が言いたいのは、ですね、発言の重みなんですよ、どういう意図をして発言されたという事情はあるかもしれないですけれども、言葉は独人歩きしますんで、また特に財務大臣として、それは痛感をされてると思うんですが、為替に関する一言がどれだけ影響を与えるかというのもご承知だと思いますし、こういった軽い言葉を使ってはいけないし、表現方法も慎重にものを言わなければ、誤解を受けて大変な混乱を招く恐れがあると。 ということを自覚されているかどうかということで、今回伺いたかったんです改めてその点について、考え方を伺いたいと思います厚住財務大臣。まあこの頃はあは財務大臣でなくて、あの国対委員長でしたもんですから、あのこういう発言になりましたけど、今後、十分気をつけて。 あの話をしたいいと思います次郎君、えー、本当に十分気をつけてください、えーで、ちなみにこの時点で増税について触れられておるんですが、これは考え方の問題ですけれども、改めて財務大臣になって、今回、増税、えー、ということもおいろいろ議論されておりますがあ、この時点で、例えば復興について、えー、その増税、えー、して、国民に負担をいただいて、えー、財源を賄うという考え方はあったのでしょうか厚見財務大臣。 あの私はあの国対委員長のときから、あのまあ、地元の選出の議員ですから、私が言うのは大変心苦しいんですけどということは、私、あの前置きをしながら、ただやはりなんとかあの、大変な額に多分なるであろうと。 復興に関してですねでそれを何とかそのこの財政の厳しい状況の中であの、国民の皆さんにやっぱり負担を分かち合うような形で、やっぱり復興に寄与していただければありがたいということは、私はこの、ま、時点からも申し上げておりましたし、その姿勢というのは基本的には今も変わっておりませんので、えー、今回のこの法案について、確保についてですね、あの自公民で合意をできたということに対しては、大変あの、本当に心から感謝を申し上げます。 申し上げておりますただ、一方で、やはりその税外収入等について、もう少し頑張って、今後ですね、やはり捻出をすることで、やはり国民の,の皆さんの負担の軽減にやっぱり努めなければならない、あの逆に責務はあるというふうに感じております郎、はい、君ちょっと違う、関連性はあるんですけれども、その増税について、えー、他の論点で1点だけ確認をさせていただきたかったんですが、あ一方でこの問題とは別として、えー、消費税について、 えー、これは国際社会に対して、えー、公言をされておりますが、あこのことについてですね、まあ考え、今の考え方はいいんですが、あ少なくとも民主党さんあ、マニフェストを掲げて戦った選挙の時と言っていることが違うのではないかというのが、我々そして、えー、国民の皆さんの捉え方だと思いますけれども、この点についての見解、えー、消費税についての発言をされ、国際公約をされているというのは、あ 皆さんが行った選挙のときの公約に違反するという考えはないのかどうか、伺いたいと思います安住財務大臣。あの選挙のときの2009年にはあの、消費税を上げないということを、期間中ですね、任期中を上げないということを民主党は申し上げました、まあ、ちなみに各党とも、ですねその時点で消費税を上げるというマニフェストを出した党は一つもございません。 で我が党に関して言いますと、ですから、その税と社会保障の成案をしっかり得て、えー、その上であの上げるという前段階、つまり実施の前には必ず審判を受けるということを申し上げましたので、そういう点では、ですねあの今回、あのあのまあ、自民党、公明党でお,お作りになりました、この 不足に基づく例えば年度内の,です、ね、あの法律の提出というのは、これはあの私は政府が変わってもです、ね、政権が変わってもやっぱりやらなければならないことなので、やはり来年の通常国会まで、つまり3月まで年度内にはやはり法律は出さなければならないということを、私は国際会議の中では、総理も含めて申し上げたということでございます。 はい、千君、えー、少なくともわれわれもです、ね、有権者の皆さんも、その説明で納得する方はいないと思います、この点についてまた同僚の議員が多分質問すると思いますので、私はちょっと震災関連の視点でお話をしたいというふうに思うんですが、もともと先ほどの話のとおりです、ねえー、予算の組み替えと無駄の排除で、これは財源を確保できるというふうに訴えられてたのが民主党さんですから。 でその問題とです、ね、今回の突発的な大変な大災害である震災については、私は別の問題だと思っておりますし、財源についても別の観点で議論をしなしちゃいけないというふうに考えておりますが、その点についての見解を伺いたいと思います。安住財務大臣あそれはは全く私の認識は一緒ででですすすからら震災があ,のあるなしに関わらずですね あの、無駄の削減というものをやる、やりますし、それからその、これはあまりあの、まあ知られていないのは残念なんですけど、実は私が国対委員長で岡田幹事長で、最後のこの今年の旧体制の時はですね、8月中に実はあの、マニフェストの大幅見直しっていうのを党内でもしっかりやって、ペーパーも出してるんですね。ですから我々としても、 スタートの時点の2009年の,そのマニフェストの中で、あの改正し、また直しお、お詫びしないといけない、できなかった部分についても、率直にペーパーとしても出して、党内議論も進めておりますので、まあ、あのそうしたことも含めてあの、震災の復興の財源として確保するものももちろんありますけれども、今、愛知議員おっしゃったようにです、ね、それとはまた別に、恒常的に無駄の削減というものは努力をしていかなければならないというふうに思っています。 私はしっかりとこれは区別をして、えー、考えるべきだと思うんですが、今回の,その財源確保法について、えー、その財源の内訳です、ね、にさまざまな施策が入っておりますが、例えば子ども手当の見直しや、東京メトロ株式の売却、エネルギー特会の見直し、財党特会の常余,余金、JT 株の売却や公務員人件費の見直し、これらを財源として、 考えているということなんですが、先ほどおっしゃられたように、これらの問題というのは、恒常的に取り組む予算の無駄遣いの削減の政策だと考えられますけれども、なんか一緒になっているんじゃないかという、今、全く区別すべきだという話と、こういった中身について、別になっているんじゃないかと思うんですが、この点の見解を伺いたいと思います。松見財務大臣 これはあの見解が分かれるかもしれませんけれども、大震災の発生後に、やはり財源の捻出が急に迫られました、まあ、当時、私、国対委員長であの、幹事長、国対委員長、政調会長、各党間での協議というのは、ずいぶんやったんですねで、その中での合意としては、とにかく新たな新規国債を発行しないで、まずやろうということで、 ええー、まあ、これは率直に言って、やっぱりあの緊急事態ですから、四月の、3月に発災して4月の補正で4兆ですから、でそういう中にあって、 えー、財源の年出ということで、子供手当や高速道路等も、お議論の中に上ったということなんですね。で、その後、その JT 株についてはですね、あの、これは賛否がいろいろあります。これは無駄の削減というよりも、JT のあり方の問題として出てきた財源なんですね。で、今回我々としては、まあ、二分の一を三分の一に、えー、させていただいて、しかし、えー、将来的にはこれをその、お全客売却が可能で、 であればそれはそっちの方向に向けてやっていくというふうな結論を出したわけであります。えー、私はあのとそのなんて言いますか特別会計の見直しとか、それからその事業仕分け等で行われているようなやっぱり歳出の削減の努力というものはやっぱりあの愛知議員言うようにですねこれはもうやっぱりやっていかないといけないと。ただし他方やっぱり今回のこの今年に関して言えばそういう緊急時代であったということはぜひあのご理解いただきたいと思っております。愛知次郎君。 一応あの見解の相違というのはもうしょうがない、平行線の部分はあると思うんですけれども、しっかりと論戦をこうしていきたいと思いますが、1点だけ確認をしたいんですけれども、時間がないので、えー、要はですね、無駄遣いの削減、予算の組み替えで財源が出ると言っていたにもかかわらずうー、なかなか難しくて進まないというのは事実であると思うんですけれども、今回の震災で相当その財源を取られるからできなかったという、言い訳は許されないと。 そういうふうに扱ってほしくない、えー、釘を刺したいという意味合いも込めて、えー、取り上げたかったんですが、その点はです、ねえー、決して、えー、今回の震災が原因で、えー、公約を果たせなかったというのではないということだけ確認させてください。安住財務大臣あのもともとです、ね